別に立候補したわけでもないし、なんか投票によって決まりました。わーい。本当は今日もっと別の、初めて着ようと思ってた別のお洋服を用意してたんだけど、なんか実際にその 自分が出てきた時のミッサーだったかなが言ってくれた、なんか コメントとか、もし自分が1位じゃ、優勝っていうのかな、なんかそれ、そうそう じゃなかった時恥ずかしすぎるからやめました。今日音悪い？今どう？戻った？あ、大丈夫？いや、まさかの小島さんから表彰してもらえるなんて嬉しい。トロフィーをもらった。後日、いただけるそうで。嬉しい。あの動画今日撮ってくれたらしいですよ。優しい。小島さんが出てきた瞬間嬉しくて、選ばれてもないのに嬉しくて声出ちゃった。あ 嬉しかった。事務所の子ね、違いますよ。違うし、あ、私小島さんと事務所違うんですよ。全部違う。残念。でも本当に優しいよね。こういうね、周年のこういった企画にこうやって自らこうやって動画を撮って送ってくださるなんて。愛すぎる。嬉しいです。林岡部はホリプロですから。違いますから。残念。ひーちゃんはあれは 今日ずっと隣の席だったからだけど、もうひーはもうこれで行くって言って、違うの、ひーちゃん普段からああいう、ああやってこうゴリゴリしてるわけじゃなくて、ひーちゃんももうあれはあれで、受けじゃないけど、そう、だから MC で自分から言い出せばいいのに。 そう、ノータッチグッチになっちゃったからもう。 そう、だから終わった後にすごい笑いました。自分で言いなよって。 あの後触れたのかな、おもろかったな、ひーちゃん。確かに北関東組めっちゃ頑張ってる。めっちゃ這い上がったね。いいの？私が、私なんかが 頂点で いいんですかって感じ。まあ、なんだかんだで嬉しいです、とても。でも私は本当に最近こう可愛いお洋服をこう見たり買ったり着たりするのが本当に生きがいなんですよ。お仕事頑張ったら可愛いお洋服を買いたいなとか、頑張ってる時も、そんなにお仕事頑張ってるって感じはしないけど、好きでやってるから、ただそう頑張りながらこうお洋服
次いつ見に行こうかなとか考えてる時間が幸せなの。そう、モチベーション、私にとっての。やばい、アナザースカイできちゃうな。インテリアも好きです。今習ってるお洋服とかありますね。狙ってる、欲しいなと思ってるアイテムはあります。楽曲はね、全体的にはそんなに、そのノミネートされた子がっていうのもあったからたくさん出てたわけではないんだけど、まず A で怠け者と、あと風は吹いてると、さあ桜の花びらたちかな。あと A との曲は47やらせてもらって、うんで、そして10年桜、小島さんのポジション、今、うん、お家にいるよ。でね、風は吹いてるはあのミネルバーでやってたところと同じだった。それは高みなさんのポジションだった。恋は怠け者の一曲ね、いいよね、私は好き。そういうことってみんなないのかな。でもちょっと久しぶりだったからちょっと忘れてた。セナさんに教えてもらった。セナさん最近いろいろ一緒になるな。今日のベストドレッサーショーも一緒だったし、スイーツ部も一緒だし、私の悪い癖、男女交際向いてないんだよね。友達でいいと思えてくる、だってお互い自由がなくなっちゃうわ。やめない、やめない、落ちたかね。恋は怠け者、髪の毛明るい？実際見るとね、そんなに、多分光かな、こんなに明るくない、ちょっと茶色になってる。りんちゃんは将来はエルメスのバーキンってなんだろう。エルメスはブランドの名前でしょ。バーキン有名そう、私は分かんないや。恋は怠け者一発見に行きたかったね。え、映画ね、最初だったからね、今日ね。バックのこと、バーキン、知らなかった。空港でしか見たことない気がする、エルメス。海外に行く時の空港、なんか街とかであんま見たことない気がする。でもなんか女性が憧れるブランドのもうトップっていうイメージがある、エルメス。あ、ちょっとドラマの名前ど忘れしちゃったけど、あの松嶋菜々子さんがやってたあのドラマの桜子さんとか、ああいう女性になりたいよね。美しくてかっこいい女性。あ、そう、大和なでしこだ、そうだそうだ。
あれすっごい大好き、あのドラマ。あ、電車男を見せた。エルメスが出てきたのって電車男だっけ。すっごい見てた私。そう、天海祐希さんとか、女性、めっちゃ女性なんだけど、なんかかっけえって感じの人になりたい。あ、ボスもめっちゃ好き。ボスに関してはボスのエリカちゃんが好き。風は吹いてる。すごい楽しかった。でもヒールがすっごい高すぎて、レッスン場でやってたようにはいかなかったのが悔しいね。今日の私が着てた衣装の、ね、ヒールすっごい高いの。私ちょっとピンヒールって感じのやつだからね、もう立つのは全然、立ったり歩いたりするのは全然平気なんだけど、踊ったりするとすっごい大変。あれ一曲踊っただけですっごく足が痛くなっちゃうくらい大変。メンバーによって違うかな、靴も。いや、そう、本来だったらあんまりそうそう、ダンスすっごい激しめのダンスするのにはちょっと難易度が高い靴かな。あれはもうなんとか。私多分風は吹いてる高見菜さんポジがやったことない、ミネルヴァの時から。絶望の中に光を探すと、他に神がいるなら、もう一度。あれってフルでやってたよね、ミネルヴァの時って。新しい世界をこの地に開かせてくれ、それでも未来へ風は吹いている、頬に感じる命の一分刻、それでも私は強く生きてゆく、さたった一つ連歌を積むことから。わざわざやっぱすごい久しぶりだと思われてたから、振り入れの時間も設けてもらったんだけど、でも行きました。ひーちゃんは意外と初めてって言ってた。ひーちゃんもその時です、一緒だった。ちゃん危ない。あ、お早いよひーちゃん。私ね、昔から思ってるけど、やっぱダンスを教えるのも上手だし、振りを解明するのが早い。私もあの NMB のさ、なんだっけ、曲忘れちゃった、マストビーナウとか初めてやった時とか、なんかよくわかんない曲はひーちゃんに踊ってもらって、動画撮らせてもらって、それ見てやってたりする。私もね、どっちかって言ったら覚えるの早い方なんだけど、でもやっぱり難しい曲とかになると、なんか自分で振りを起こさないといけない時みたいな、先生とタイミングが合わなくて自分で映像を見てやんないといけないみたいな時は、すごいひーちゃんを頼ってる。私はもう本当に覚えるのも早いけど、忘れるのが本当早い。
覚えて忘れるのがすごい早い。私は振り起こしがとっても苦手。能力がそっちにもう全振りされてるので起こす作業が本当に。だってこのままさあっち向きで踊ってる人の見ればまだ早いかもしれないけどさ、見てる動画ので踊ってる人でこっちがこっち見てるんだもん、鏡向きで。だからさ頭の中で左右逆転にしないからやんないといけないから、もうその作業に慣れてないから、それはねあんまり得意な作業ではないですね。雫高原？覚えてない。最初つぼみたちだよね。ささみ雪はいける。あとアクシデント中もいける。あれダメかもしれない、アンチがなんとかってやつ、アンチのねねんやんやん、なんとかかんとかは忘れてしまいました。ちょっと曲も思い出せない今。アクシデント中はなんか覚えてる。ビバハリケーンも全然いける。つぼみたちはちょっと8人バージョンってなると初めて覚える振りとか出てくるからきっとできないような気がする。ユニット何になるんだろう、私多分初めてやるやつだね。わかる、アクシデント中いいよね、大好き。どっちまだ落ちよって愛が知らこんなことが起きるなんて準備しててもだけ叫んだねない、運命は想定以外、ここから先話し合いだね、できるなら二人なんとかなんとかかんとかなんとかかんとか覚えてないんかいちょっと忘れてしまいました。飲んでる？あの今日本当に飲んでません。これっぽっちも飲んでません。私が飲んだのはウーロン茶です。飲んでません。今日はダメだよ、今日ダメだよ、今日飲んでる場合じゃないんだから。明日はもう分刻みでも本当大変なスケジュールなんだから。明日からもうね、明後日あの初日なのでそう、飲んでる場合じゃないですよ。そして本当すごい、もうあんなスケジュール表初めて見た。本当に何々が何分、何とか何分、何とか何分、何とか何分、3分4分1分2分みたいな、こんな予定表あるみたいな、すごいスケジュール予定表を見ましたね。いや文字通り分刻み。てかそういえば今日メール送れなかった、ごめんね。あれって送れるかなみたいな、もうほんと明日すごいスケジュールなんですよ。送れなかったらごめんね。あ、うん、違う、ロケとかじゃなくて、あさってその舞台の初日を迎えるので、いろいろこう何確認事といいますか、そういう系で。今回結構そのタイトなんですよ。私たちが今日いなかったからっていうのもあるんですけど、私たち明日でもう全部取り戻さないといけないので、ゆうなとあやねと私は。稽古場になるとこうもう真剣ムードだからピリピリしてるけど、いい意味でね、いい意味でピリピリしてるけど、ああいうまた稽古とは稽古の場とは離れた場所で3人で会うとふざけてこうセリフを言ったりして楽しいですよ。
そう、そうなんですよ。ボロさんと対談させてもらって、前にちょっとメールで言ったんですけど、そう、対談する機会があったよっていうのはボロさんなんですけれども、いや本当に嬉しかったですね。光栄です。とてもまさかこういうね話せる場、あ、まあ、全然普段からもこうなんか相談したりとかしてるけど、なんかみんなに聞いてもらうような会話っていうあんまり言い方よくないな、なんて言えばいいの、こう公式的なね、なんかそういう場でしか聞けない言葉とか伝えられないこととかもそうできないところとかあるじゃない。だからそういうの機会を設けていただいて、すっごい感謝っていうか、すごい嬉しかったですね。マルリンマルリンの対談嬉しいですね。パンフレットに載せていただけるそうなので、私もまだあのパンフレット完成したやつ見てないの、 T シャツもまだ見てないの、なんかもう少し日ね、明日と明後日、まあ明後日初日だから多分あると思うけど、目開いてないよ。開いてるよ、待って、今日めちゃめちゃ元気だよ私、多分下から映してるからかな、めっちゃ元気。そんな眠いってわけでもないし、めちゃめちゃ疲れてるってわけでもないし、でも今日はねやっぱね待ち時間もいつもより長めだったから、楽屋でこういろんな人と話したし、あんま普段なんか話さない、話す機会がなかった子たちともいっぱい話したり写真撮ったりできたから、今日楽しかったよ。だから一回なんかこっちのモードに変わっ、あのスイッチが入ってしまったので、明日からできるかなやばいまたスイッチを入れ直して明日頑張っていきます。ゆゆと話した、もうずっと今日ゆゆと一緒だったよ。席は違かったけど決められてたから、いやもうなんならもうこのショールームが終わった瞬間からもう舞台スイッチを入れます。やばい大丈夫かな、ね、みんなも多分土日とかお話し会でお家にいる人が多いのかもしれないけど、ぜひぜひ私たちのデザートもお芋ちゃんのパフェを食べに行ってください。食べた？ねえ、私たちもさお店行ってとかやりたいって言ってたけど、のーちゃんかな、あ、本当？嬉しい。ぜひぜひ。東京組は池袋ですよ。終わっちゃうかな。怪獣。こんなことしませんけど。未来モンスターになっちゃう。今日は早めに寝るの、あと少しちょっと作業して明日の準備したらもう寝る、
獣、私は怪獣。じゃあねみんな、今日はありがとうございました。これからも AKB の上よろしく。こんなキャラじゃないのにね。よろしく。おやすみ。みんなも頑張れ明日。それぞれの地で。バイバーイ。